エンゼルスへの電撃移籍が発表された菊池雄星投手33の妻で元フリーアナウンサーの深津留美さん38が29日自身のインスタグラムで東京ディズニーランドを楽しむ様子を公開した長男レオ君4がおしゃれキャットに登場する子猫マリーと無邪気に触れ合う写真をアップマリーからの抱擁に笑顔を見せるなど ディズニーランドを満喫している様子だった。レオ君は菊池と深津さんと共に普段は海外で生活している。菊池は今季途中でブルージェイズからアストロズへ移籍。今オフは FA となっており、27日、日本時間28日、2エンゼルスへ3年総額6300万ドル、約97億7000万円で契約したと正式発表された。 ドジャース大谷翔平投手30、58年から6年間在籍したエンゼルスは14年以降ポストシーズン、PS 進出なし。今季は球団創設ワーストの99敗を喫した。